12月3日、キングプリンス、キンプリ、がグループの公式 X、旧ツイッター、を更新し、大晦日に年越し生配信を行うことを発表した。旧ジャニーズ事務所の性加害問題で、NHK 紅白歌合戦、出場はゼロ、毎年恒例の、ジャニーズカウントダウンライブ、カウコン、も中止となった今、小配信を実施するグループが出始めている。写真あり、 美容外科医も共端ジャニーズ、顔面黄金比、ランキング、3位はメグロレン、2位は中島健と、圧倒的1位は、2023年12月31日生配信をします。大切なみんなと一緒に過ごすことができる時間になればなって思ってます。すでに12万いいねを獲得しており、かなりの注目を集めていることが伺える。キンプリファンからは、もう幸せでしかないよ。 大晦日の生配信は嬉しすぎる本当にありがとう、と歓喜の声が上がった。また、同じ事務所のスノーマンも、12月31日に YouTube 生配信を実施することを明らかにしている。こちらも公式 X で、ファンの皆さんと最高の大晦日にすべく絶賛企画中12月31日、日曜日明けといてくださいね、と呼びかけており、現在、16万いいねを獲得している。 メグロレンは自身のインスタグラムで絶対公開させないよ俺らを正解にすると熱いメッセージを綴った。旧ジャニーズなしの年越しになるかと思いきや、そうはならなそうだ。現時点では、スノーマンの生配信は午後8時半から始まると発表されており、キングプリンスはまだ詳細が出ていない。発表されているのは2グループのみだが、 この流れが他のグループでも起きれば、年末はあちこちで生配信が行われる状況となる。複数グループを掛け持ちしているファンの場合は、配信時間がかぶるとカバーできなくなってくるだろう。仮に全グループが同時性配信となれば、ファンは苦渋の決断を迫られる。すでに SNS では、困惑の声が続出している。スノとキンプリが年越し生配信やるって発表されたけど、 この流れで他のグループもやるって発表出てきたら掛け持ちは目と耳が足りない。わらわら、すの、キンプリも生配信決まったけど、これえとも生配信来たらすのえと掛け持ちをの私どうしようってなる、キンプリちゃんも年越し配信か。買うこんないから、掛け持ちとしては自軍が全部配信されると困るよ今のところすのだけなのでいいけども。